はい、今回はですね、筋肉性多い争奪戦に登場した知性チームのメンバーを紹介していこうかなと思います。まあ知性チームといえばね、とにかく強いイメージですね。っていうか他の運命の王子のチームと比べてもず抜けてる感じはしてたんですよね。またこのメンバーっていうのは結構濃いキャラクターたちなんでね、また新ストーリーにね出てくるかどうかっていうのも期待したいところでもあります。じゃあ早速ですね、ちょっとメンバー紹介をしていこうかなと思います。まず一人目ですね。一人目がですね、先鋒ですね、サタンクロスですね。ちなみにこの先鋒とかっていうのは決勝戦時を元にねちょっと紹介させてもらってます。基本データですが、身長235センチ、体重250キロ、超人強度が4100万パワーですね。ちなみにこれサタンクロスとサムソンティーチャー合わせてなのかみたいな疑問が結構あったみたいなんですが、一応学研の図鑑では、4100万パワーとしか書かれていないんで、まあ素直にサムソンティーチャーの超人強度として考えればいいのかなとは自分は思ってます。はい。で、超人総選挙2019では第41位ということでした。で、今言ったようにですね、本体はかつてアシュラマンの格闘技の家庭教師を務めたアシュラ一族の超人サムソンティーチャーなんですよね。で、まあなんていうかな、アシュラマンを救うためにですね、不慮の事故にあって、まあちょっとね両足がなくなってしまうんですが、知性の神から授かった寄生虫サタンクロスによって、生まれ変わります。で、超人レスラーとしての実力は高くですね、竜巻地獄やアシュラバスターなどの考案者でもあるんですよね。で、さらにその強化のためには忍術などを修行するなど研鑽を怠らない努力家っていうことが書かれていました。で、なおですね、サムソンティーチャーと寄生虫サタンクロスは分離可能なんですよね。なのでそのシングル戦でも2プラトン技である将棋トライアングルドリーマーをかけることができるんですよね。この辺ちょっとね、ちょっと卑怯かなとは思っちゃった時はあったんですけどね、まあそれはそれでありかなと思ってます。で、さらにですね、その寄生虫はですね、傷口があればそこから侵入合体が可能なんですよ。だからまあ筋肉マン戦でもう無理やりね合体してましたもんね。サムソンティーチャーが嫌がってるのに、まあ、ちょっとあの辺怖いなと思いましたけど。ちなみにですね、アニメではですね、そのアニメ版だとアシュラマンとの戦いがカットされてたんですけど、これなんかピクシブ百科事典で書かれてるんだと結構書きにくいからみたいなことが、そんなようなコメントが、残ってましたね。うん、だからさすがに筋肉マン戦はカットできないし、全部ね、その血盟軍との戦いをカットするのもあれなんで、このアシュラマン戦をカットしちゃったみたいな感じだったんでしょうかね。さらにはですね、中井先生もですね、このサムソンティーチャーに関しては構造が複雑で細かいパーツが多いので積極的には書きたくないっていうコメントをですね残していらっしゃいますね。要はまあジャンプコミックス背表紙コレクション31でそのコメント、出されてるんですけれども、まあ、とにかく書きにくい。確かにね、ちょっとアシュラマンと比べても複雑かなっていうのはちょっと自分も思いました。はい。で、まあ、今後なんですけれど、今言ったように中井先生がちょっと書きたくないなって。ちなみにね、その背表紙コレクション31はね、初版がね、要は31巻のリメイク版みたいなやつなんで、表紙を変えてるやつですよね。あれが2013年に出てるんで、まあ、今から約6年前ぐらいに残してるんで、ひょっとしたらね書きたいっていうね、思いになるかもしれないんで、そうなるとまた、ね、再び登場して活躍してくれるかもしれないかなとは思ってるんですけど、どうなんでしょうね。ちなみに再び登場するとしたら、おそらく寄生虫サタンクロスはやられてますもんね。うん、まあどういう形、姿で登場するかっていうのも気になるところではあるんですが、まあ普通にその足が復活した状態で、サタンクロス寄生虫がいない状態で登場するのか、またちょっと知性の神がちょっとね出しゃばってきて、助けたいんだろうみたいな感じで無理やり寄生虫を、埋め込まれるのかっていうのはちょっとね気になるところではありますね。
で次なんですけれども、次はですね、時報プリズマンですね。プリズマンについてはちょっと動画も出しているんですが、ここでもサクッとね紹介していきます。身長304センチ、体重200キロ、超人強度が5200万パワー、南極出身ですね。で超人総選挙2019では第77位ってことで、まあ、一応知性チームのメンバーの中では一番まあ人気投票では下ってことですね。結構なんていうかダントツって言っていいかな、うん、メンバーの中では。で、まあ、学研の図鋑の説明を借りるとですね、鋭利なガラス質の多面体でできた化学部品超人です。で、体表面は贅肉にあたるガラスで覆われており、砕かれるとよりシャープになりますね。まあ、これは要は血明軍との戦いでその姿を披露していますね。はい。で、なんといってもですね、太陽光からカピラリア光線を抽出し照射することができる。これが最大の特徴と言ってもいいんじゃないでしょうか。ただ自身もですね、カピラリア7光線を浴びてしまうとダメージを負ってしまうっていう、まあ諸刃の剣ってことですね。で、知性派であるが短期で短絡的っていうことで、まあ特にラーメンマン戦ではそのね、短期で短絡的っていうところが出てしまう出た印象はありますね。でやっぱこれプリズマの動画でも言ってるんですが、ポテンシャルはすごい高いと思うんですよね。超人強度も一応5200万パワー持ってますし、何よりやっぱりさっき言ったようにカピラリア7光線を照射することができるっていうところがあるんでね、だから自分としてはね、再び登場しそうな気がしてならないんですよね。どちらかといえばサタン側でしょうかね。ゼブラのトラウマかなとは。まあ死んだ後だから分かんない。あ、死んではいなかったか、あの時は。うん。ゼブラのトラウマなんですかね、あれは。ただまあなんていうか、それかプリズマンじゃなくて、あれは実は量産型みたいな、ちょっとよくわかんないですけど、よりなんか凶悪なやつが出てくるかもしれないんでね、その点もちょっとね、カピラリア7光線自体はまたね、ストーリー上関わってきそうな感じはね、まあ根拠はないんですけど気がするんでね、その時はちょっとプリズマンが出てくるかも気になるところですね。で、次なんですが、次が中堅ジオメガマンですね。要はディクシアのことです。でこちらもちょっと動画を出してるんですが、ここでもちょっとサクッと紹介していきます。身長231センチ、体重208キロ、超人強度が8600万パワーですね。超人総選挙2019では第42位ということでした。オメガケンタルス星団出身です。でオメガ一族の、当主の双子の弟ですね。兄貴は今戦ってるアリステラです。はい。パーフェクト超人の一員でザマンの命を受けて、犯罪超人を処刑する超人ハンターを務めていました。これもまあなんていうのかな、ディクシアの紹介動画でも言ってますけど、実際はそのね、まあスパイとしてね送り込まれたんですよね、パーフェクト超人の方に。で背中にあるのは右手ですね。アリステラは左手ですね。そのねオメガハンドなんですけど、それについてもちょっと学研の図鑑でコメントが、あってですね、まあそれを紹介するとですね、背に大きな手を持つ超人にボーンコールドがいるが血族ではないってことが書かれてましたね。まあこれはそうなんでしょうね。はい。ね、背の手には、超人ハンター、背の手は超人ハンターの象徴かもしれないみたいなのが書かれてたんですけど、かもしれない知れないって書かれてるし、これは多分否定しちゃっていいのかなとは思います。っていうのも、要はアリステラがですね、オメガハンドに関してはそのオメガ宗家のものにのみ与えられしってことは言ってたんで、それはまあ超人ハンターとの関連はないんじゃないかなとは思いますね。ただちょっとね、その筋肉マン2世と今のオリジン編以降の流れっていうのがね、そのなんていうか世界線っていうかね、軸パラレルワールドとして扱えば、あくまで筋肉マン2世の世界ではやっぱりそのディクシアっていうのは、うん、凄腕の超人ハンターとして活躍してたんで、まあそれにあやかってディクシアがもう伝説的な超人ハンターだったってことから崇拝されてたから、それにあやかって超人ハンターっていうのはね、強大な腕のねオブジェクトなどをつけるようになったかもしれないみたいな、設定はあるかもしれないですね。でそんなディクシアなんですが、まあ要は兄のアリステラは死んでいると考えているんですが、果たしてどうなのかってことですね。今んとこ何とも言えないよね。うん、普通に考えたらその最後のね、その
大井争奪戦のラストのフェイスフラッシュで生き返っているって考えた方のがむしろ、自然かなとも思えるんでね、この点もう少しちょっとねストーリー進んできたら再考察してみようかなとは思います。で、次にですね、副将ですね、マンモスマンですね。身長279センチ、体重400キロ、超人強度7800万、パワーユーラシア大陸シベリア出身ですね。超人総選挙2019では第21位ということで、これはまあ知性チームのメンバーの中ではフェニックスに次いで高いですね。はい。でまあ獣性と知性の二律背反する性質を併せ持つ氷河時代を生き残ったマンモス一族が進化した超人ですね。ちなみにね、これディープオブマッスルの小説ですね、そこでもマンモスマンのエピソードあるんですが、その時はねもう登場した時からね最初からマンモスマンの姿でしたね。でなんか他のマンモスと一緒にいたんだけど、自分はちょっとマンモスとは違う、このマンモスたちとはちょっと違うなってことには言ってたんで、その辺どうなのかってことなんですが、まあ一応学研の図鑑ではこう説明されてるんで、一応マンモス一族が進化した超人ってことでいいんじゃないでしょうかね。はい。で、まあ特徴としてはですね、2本のビッグタスクと、長い鼻、パワフルノーズですね。さらに出し入れ自在の強大な耳を武器に圧倒的な戦闘力を発揮するってことですね。まあ合力チームをね、まあガンガン倒しまくったりとか、あと筋肉マン2世の設定ではあるんですが、フェニックスとね悪魔将軍と並んで最強候補として扱われていましたね。まあそんな、マンモスマンなんで、超人デストロイヤーっていう異名も持っていました。またですね、氷を操ることもできます。はい。でですね、学研の図鑑のね超人の肉知識の方では、まあ、マンモスマンの二律背反要素には忠説と裏切りという面もあって、まあ、これまで尽くしてきた超人にもきっかけ一つで反逆するっていうことでね、まあ一番最初はフェニックスに対してなんだけど、あれはむしろフェニックスの方からマンモスマンを切って、もうなんていうかな、もうマンモスマンを切っちゃったんで、それに対して裏切り行為をしただけなんで、あれは別にね、まあなんていうのかな、マンモスマンが悪いってわけでもないかなとは思うんだけど、要は究極の超人宅編ですよね。ウォーズマンも裏切り、デプチューマン裏切りって感じだったんで、どうしてもやっぱり究極の超人宅編を読んでると、まあ裏切りのイメージが強いって感じになってしまいましたね、やっぱりどうしてもね。うん。まあだからそのマンモスマンも今後登場するかなとは思うんだけど、今後どういう風に書かれていくのかっていうのは結構気になるところでもありますね。例えばその裏切りのイメージを逆手にとってですね、最初はそのサタン側で登場するんだけど、まあ一応フェニックスの知恵によってね、まあ要はスパイとして潜入して土壇場で裏切るっていう、いい方の盛り上がる方の裏切りでしてくれるかもしれないし、個人的にはね、まあ予想とかよりも願望なく、やっぱロビンマスクとの絡みは欲しいですよね。欲しいですよね。まあ自分が思ってるだけなんですけどね。あとはまあやっぱりなんていうのかな、その二度にわたってね、ひどい目に遭わされてるウォーズマンですよね。最初はですね、一応決勝戦に向かう前に、間引かれてしまったりとか、あと、救急の超人宅編ではタッグパートナーに選ばれたんですが、そのマンモスマンに裏切られて敗戦ということになってるんでね、今度はまあ3度目の正直じゃないですけど、今度はウォーズマンを助けてくれるかもしれないなみたいなことはちょっと期待してたりもしてます。はい。で、次にですね、大将ですね、筋肉マンスーパーフェニックスってことで、ここもちょっとサクッと行こうかなと思います。身長190センチ、体重114キロ、超人強度が95万パワー、ただし知性の神憑依時は1億パワーですね。で、筋肉性出身っていうことで、超人総選挙2019では第12位ってことでした。まあこれ運命の王子を紹介してる時にもね、少しね触れてたんですけどね、まあここもちょっとサクッといきますが、正体はフェニックスマンですね。で、母はしずこ、父は太郎です。で、知性の神が憑依することで運命の王子に生まれ変わったんですよね、スーパーフェニックスとして。で、頭脳明晰、大胆不敵で冷静沈着っていうことで、なかなか火の打ち所がない感じではあったんですけどね、幼い頃より類稀な頭脳に恵まれ、後に優れた超人レスリングのテクニックを習得します。
で 筋肉族三大奥義の一つマッスルリベンジャーやフェイスフラッシュまで使いこなすってことですね。ちなみにフェイスフラッシュが使えるようになったのは、まあ要はマッスルホールから流れる水をですね、まあ長い結構長い期間、数年間でしたっけ、あの顔にね、母親のしずこがこすりつけてたんですよね。あのフェニックスマンの顔に、その水をこすりつけてたために、まあ、フェイスフラッシュができるようになったみたいな説明はしてましたね。最初自分これあれですね、間違えて飲んでたのかなと思ったんですけど、これ実際 顔に水をこすりつけてたんですよね。はい。でまあ、ただですね、目的のためなら手段を選ばない一面も、まあ、ありましたね。大井争奪編ではちょっとまあなんていうのか、それっぽいところはなんつーの、六層閣編でも見られた感じはありますけどね。殺してでも、あの六層閣の連中を殺してでも目的は遂行させるみたいなところはね。ただまあなんつーのかな、あのゆえたまご先生がおっしゃるには、今の新ストーリーではフェニックスは改心してるということなんで、なんつー人道に背くようなひどいことはもうしないんじゃないかなとは思うんですけどね。あとまあ生まれつき心臓に病を抱えていたっていうことですね。フェニックスについてはまあな、他のメンバーもそうなんだけど、やっぱりね、最初に言ったようにかなり濃いメンバーですし、要は運命の王子たちが今の新ストーリーに登場してるんで、そうなるとこの知性チームのメンバーもね、ちょっと今後のストーリーに出てきそうかなと思うんで、またちょっとどこかでね、新しく動画を上げるかもしれないです。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。